本と雑談ラジオこんばんは漫画家の吉泉智彦ですこんばんは歌人の増野光一ですということでねはいはいはい今日は12月21日火曜日そうですね年間ベスト本を決定しますそうですね22時ですね22時ですねもうあと10日ですよ今年は今日ね久しぶりに増野書店にいるんですよ僕はいはい それで、さっきまで、センカービーチ部というソニーミュージックアーティストの小屋に行っていました。おおなんか打ち上げみたいになのあったんですか。そういうわけでもなくて、あのー、私のやってたトリオンの一人の、はいはい。あの元相方の人が今、はぐれ超人っていうコンビやってるんですけど、はい、あそうなんですね。で、その人も出る、るまあソニーの中の一番を決める ライブの予選があったんですね<ー>で見たい人が何人かいたのでそれも見てその前にやってたピーチ部漫才部っていうピ、はい、ーチ部で漫才を披露するたった500円のライブがあるんですけどそれも初めて見てみてどっちも面白かったですよとってもへえ<ー>でもすごい思ったのが結構レベル高くて、はい、あのー 投票とかもするんですけど、えー、あ好きだったけどこう選べない人もいるしその人数制限があるから 5, 5名までなんで5組までなんで、はい、いやこれが予選だったらもう本当レベル高いし大変だなって思いましたね。折ししも錦鯉さんが優勝してね、えーえー でも西京さんはそのソニーのホープ大賞っていう、そのソニーの中で一番を決めるライブで、はい、もう2年間1位取ってるんですよ。へぇー。だい,ぶそれもだいぶ前に。2年間ずっと1位だったんですか。まあ、ある年優勝で次の年も優勝っていう感じだったんですけど、どどそれもでももう何年か前だから、はい、<laughs> あのおととし、 よりもっと前3年前になるのかなだから何ていうのかなそのこんなに面白くても世間に届くのにこれだけ時間が必要なんだってことをかみしめてきましたね。はあ。まあ面白かったですね。m 安の錦鯉さんはね。すごかったですね。ね今回でも別にあの 上上に上がらなかっったた人人も面白い人い,っぱいいいぱましたねあ僕ねその日ねあのー、天気悪くてランニングマシーンをしながらあの敗者復活戦も結構見てたんですよはいはいはい僕も見ましたよニューヨークと金属バットがすごい面白かった <laughs> 金属バットね途中から見たのでのあのーはい、前半分からないんですけどうん そうななんんですよなんか過酷だなってもう敗者復活のレベルでもうみんなも強いから、ええ、あとはもう本当好き嫌いだなと思いましたねそうですねうんえっとねでハライチがそっから上がったじゃないですか上がりましたねそうハライチはねか過去に見たハライチで一番面白かった気がするな でもその前もね、うん、前も M1 に挑戦してた時予選見たんですけど、えー、結構毎回違う試みをしてるんですよそうですね。僕ね、一番最初出た時の、えー、なんとかのなんとかで、うーんみたいな、なんか悩ませるみたいな、ちょ,ちょびっと区切るみたいな。無茶ゃぶりをして、無茶ぶりをして、それを再現するんでしょそ,うそ,うそ,うそれ俺ね、全然好きじゃなかったんですよ。は そうだけど、ももう今年のはすごい、あの本当にね、育児をしてる、育児あるあるなんですよね、なんかむちゃくちゃキレるっていう、<laughs> あ<の> <laughs> 変なことでむ,<の>むっちゃキレ出すっていうのが、育児あるあるで、でしたよあのそれもありますね、だから育児,育児に接してるとより面白いとか、ええ、あれじゃないですか。 だからその、どんな人生を歩んできたかによって受け止め方が変わっちゃいますよね。そうですねうん。なんか、僕だから直前まで、今年は錦鯉さんはもう卒業でいいと思ってて、ええー。別に優勝しなくてももう十分売れてるんだしって思ってたんですよ。えええええ。ところが、錦鯉さんの出した最近出した本があるんですね。ええー。新潮社から出した本。はい。 それ読んだらすごいいい本で人生が二人の人生がま漫才形式で語られていくっていう本だったんですね。ええー。で「くすぶり中年の逆襲」っていうんですけど。うんで、すごく読みやすいんですけど、うん、結構ハ,ハードっていうかうん,、うん、なんかやっぱ長年生きてるからいろんな人生があって。 例えば、あの、長谷川正則さん、あの、ツルツルの頭の方の人の、はい、一緒にコンビ組んでた人が、もう亡くなってるんですよ。ええー、とか、もう本当に、あの、あとサラリーマンみたいな渡辺さんっていう方の、お母さんが亡くなってたりとか、はい、はあなんか、うん、だから、長谷川さんも、その、 もっと相方は自分が売れてるのを見てないっていうのかな。はあ、そういうこうさ、さらっと出てくるんですけど、えー、結構ね、ヘビーな本で、えー、もう僕は最後泣いてしまって、でツイッターにも書いたんですけど、m、えー、−西錦鯉さんはもう卒業でいいと考えてましたが撤回、はい、優勝してほしいですっていうふうに書いて。えー でも今年の予想は1位が錦鯉さんにして2位をオズワルドにしたんですねああ僕ね好みで言えばオズワルドが一番あの中では好きなんですよ僕も好きですオズワルド暗い芸人が好きなので,であの暗い感じがすごく応援したくなるんですよ、ね、あのローテーションな感じがねそ<う>で僕3位は、ね、モグライダーにしてたんですけど残念ながらモグライダーはちょっと3位にならなかったんですけど でもなんかもう、錦鯉さんはでも、ちゃんと優勝相談ネタだったから、はい、よかったなと思って。本当にね、猿のネタ、すっごい面白かったですね。ねなんか、猿 <laughs> のネタってあれ、難しいネタだと思ったんですよ。あんなハイテンションで、うん、よくやってることが分かんないじゃないですか。むちゃくちゃですよね。で、だからよく分かんないのに、<laughs> うん なんか、なんかいいもの見た気にして終わるってすごいことだと思うんですよ。<laughs> いやもう元気になりますよね、見てて。インディアンズもよかったんですよ。あ,あ僕ね、インディアンズね、そんなに好きじゃないの、実は。あそう、俺、インディアンズのね、うん、あの、左側の春日みたいな感じの人いるじゃないですか。あの、胸に鼻をつけてる人そうひまわりうん、あの元気な方の人。あひまわりつけてる人。優勝すると、 日本が元気に明るくなるなって思って、うん、でも全部オズワルドもインディアンズも西鯉もその1回戦が良かったので、うん、のどれが優勝してもいいなって思ってたんですよ。うん なんかだかかだらちょっととした順番とか残酷ですね本当にそうで,す、ね、でもねオ、うん、ズワルドはね、あのー、本当に3組の後の2回2本目がねあんまりなんでこれにしたんだろうぐらいな。いや2本目も調子のいい時に見ると、うん、とっても面白いんですけど、うん、なんかねあのネタ見たことあったんですけどああそうちょっとね錦鯉の えあの勢いに押されたのかちょっと調子悪く見えました僕はなるほどだからあの2本目の方が普通ちょっと割と平常、うん、平常のオズワルドで 1>,、はい、1本目にやったやつがちょっと珍しいオズワルドだったんですねなるほど背伸びをしたオズワルドなのかないや1本目の方が分かりやすさを重視したなるほどオズワルドだったんですよでだからあのー、お出し切った だと思うんでですね、うん、ソーズワルドは、うん、でも僕思ったのは錦鯉って錦鯉さんって、うん、それこそソニーで2回2年間優勝してるぐらいだしもう毎月毎月新ネタをやり続けて今に至るから、うんうん、すごくネタがたくさんあるんですよなるほどそれで1年間忙しかったはずで新ネタなんか作ってる日もないと思うんですねはいだけどそのソニーの先輩方 ザコシショさんとか<ー>バイキングの小峠さんとかにネタを見てもらって<ー>これとこれがいいって選んでもらったんだってへえ<ー>だからそれぐらいものすごくネタがあるんですよなるほど僕あのテレビでやってないけど好きなネタもありますしまだまだすごくあるんですよ錦鯉さんの、うん、ネタってあとおしゃべりも正直テレビで見る時のおしゃべりよりも もっっとされげなくて面白いいいネタがいっぱいあるんですよ、うん、だから本当になんかこれからものすごく引き出しがあるなと思って、うん、本当にだから全然脱出し尽かさない脱出し尽かさないっていうかその長い間潜伏してたから本当にこれからも対応できると思う、えー、思いながら泣きながら見てました最後。およかったですねえ。うんお あのこの話、も多分この番組でしてるんですけど、もう一回喋っていいですかはい、どうぞ。あのね、僕、詩人歌人っていうコンビだったんですね、最初。そうですね。もっとなピンだったこともあるし、違うコンビだったこともあるんですけど、えー、まあ詩人歌人っコンビやってたにはに、はい、割とこう、事務所では浮いてて当たり前ですけど、はいはい、だって僕、年は。 あの長谷川さんよりもさらに年上だからね53だから今 <laughs> あのあたなんかす,すごく浮いてたんですよ、はい、で皆さんに結構意地悪はされないけど<ー>ち,ょっとちょっと敬遠されてたんですねそうですね、うん、でだけどすごくちゃんと接してくれる人って何人かいて、うん、まあその一番 きちんんんと接してくれたたのが西越さんだっで、その、本当に先輩たちとサシで飲みに行こうと誘われたことなかったですね、僕は。うん、で、相方の本田君はすごく誘われるタイプだったんですけど、年も下だしね。えー、僕が初めてあの先輩芸人に飲みに行こうって誘われたのが錦鯉さんだったんですね。おーよかったですね。このの話前もしたと思うけどその日 ええ、戦略があって <laughs> でその戦略っていうのが本田君が長年一緒に住んでいたイラストレーターの目黒雅也さんと、ええ、バスの初めて引き合わせる日だったんですよあ後にね一緒に絵本を作る、うん、そうでその日は4月6日<ゆ>、うん、重要な出会いじゃないですかそう4月6日のサラダ記念日だったんですけどええ とにかく前々からその日を準備してて、本田君が僕と目黒さんって両方難しい人だから、はいうまいこと引き合わせたくて、すごく画策してくれてたんですね。目黒さん、そんな難しくないんじゃないですかね、うん。それはね、一緒に仕事してないからそう思うんです。はあ、ええ、だって、剣道の先生したりしてるんでしょうもちろん、ろんマスのよりは社会性はありますよ。ええー。でもやっぱりそれは芸術家だし、剣道の先生だから、うん。 あの結構わわなないい人とは合わないんですあ、ね、<ー>僕は僕でもうとてもめんどくさい人間なので、えー、うまく会わせないととてもめんどくさくなると本田君は気にしてたんですねへ<ー>それで引き合わせてくれる日の予定だったから、えー、本当だったら先輩のお誘いなんて断っちゃダメなんだけど、えー、本当にすいませんけどちょっと今日はどうしてもって言って断っちゃったんですようん で僕は結局それっきり先輩に飲みに誘われることなんてなくなってしまって <laughs> だから結局誰ともそうやってサシの飲みに行くことはなかったんですよ、ね、自分からは誘わないんですかだって誘えないよ後輩で年上だもんだ後輩誘えばいいじゃないですか後輩っていうか同輩ぐらいなそれがそんなね空気じゃないのやってみれば分かりますよ <laughs> 44歳<で>僕は誘ってましたよあの中野大喜利王子で それはねあの、小泉さん、吉泉さんが、はい、漫画家というポジションで尊敬されてるからそうなんですよ。そうすか僕みたいに歌人でありながら、うん、わざわざビーチ部に行って、えー、芸人の中に混じってこう戦うみたいなことしてると、なん、えー、だこいつって思われてるわけですよ。えー、だから、もちろん何人かで飲んだことはありますし、雑交渉さんとかの飲み 会に混ぜていただいたことももちろんありますけどうんその差しっぽく飲みに行こうって言われたのがほんとそれっきりだったんですよまあ差しはないですね僕もそうそれで今から思うとあ自分あの時に目黒さんを選んでしまったんだとええー。それして錦京さんの方を選ばなかったことが今の自分をこういう結局絵本を作るようになったとかになってるじゃないですか、えー、そうですねだからい重要な出会いではあったんだけどもうん あそこが分かれ道だったんだっていうふうに何度も何度も思い出すの。<laughs> じゃあそこで行ってたらどうなってたんでしょうね。ほんとそれでねんでその日に錦越さんが誘ってくださったのかを探して調べてみたんですよ日記とかを探して。<ー>つったら分かったことがあって<ー>その日僕錦鯉の渡辺さんに初めてトークを褒められたんですよ。へ<ー>その日ねトークの 練習すするるライブっていうのがあるんですソニーの中で。<ー>で錦鯉さんと同じ回だったんですねたまたま。うんうん、それで僕が喋ったことっていうのが、うん、当時ソニーのビーチ部っていう声の近くに銭湯があったんですよ。でその銭湯にものすごく巨大な錦鯉が水槽にね、うんはい、壁が水槽になってるんですね。へー で銭湯に使ってると巨大な錦鯉が水槽の中を泳いでるんですよ。ええだけどあまりにも巨大すぎて、もう浮いたり沈んだりしかできないんですよ。その水槽を泳ぐってことができないの、ね、水槽がその鯉にとって小さいわけですね。小さい。もうびっしり入ってて多分ちっちゃかったんだと思う。い昔は向きを反転することもできないんですか。もうね浮いたり沈んだりするぐらいなのね。かわいそうですね。 そ,うそれでその話を僕がして、えー、それを見るたびに「ビーチ部という場で浮いたり沈んだりしてる芸人を思うんです」って喋ったの。ああもうそしたらビーチブは錦鯉さんにとって小さすぎると。いや違う違うだからそのちょっと揶揄というかさ、えー、みんな事務所ライブで票お客さんの票を集めて上がったり下がったりしてるわけ。ホッ、えー、ップププステップジャンプ ええ、銅銀金っていう風にクラスがあるんですよ、ええで。それで人気投票で上がったり下がったりすることを毎月毎月やってるわけですよ。ええ、だからそのまま売れないけどすごくその中での切磋琢磨があるっていうのとその銭湯の錦鯉がかぶって見えますって喋ったら割<う>とあのなんかちょっと渡辺さんのツボにはまったみたいで<う>なんかねだから今日の。 今日の MVP 的な、うん、MVP って言ったことか忘れちゃったんだけど、うん、今日は歌人さんの話がちょっとよかったみたいなことをちらっと言ってくださって、うん、その流れで飲みに行こうって言ってくださったんですよ。お<ー>そんな光栄な状況なのに行かなかったんですよ。そんなね感じじゃなかったんですよ。<laughs> だからそういう起点がとても働くような場でもないし、えー、その後私たち,たち絶対行きままししょう今お願いにそういうキャラクターだったらとっくに、もっとうまくいってましたよ、良純 <laughs> さん。はい、だから僕、こういう性格だから本当にそういうことできなくて、えーえー、だから先輩たちにもす困られてたと思うんだよね、えー、黙ってると怖そうに見えるし。あー でもだからそのトリオになった時の先輩の上田誠さんって人は話しかけてくれたし、錦鯉、えー、さんもすごくフレンドリーに話しかけてくれたし、えー、本当何人何人かはそうだったんだけど、あと、えー、の人たちはまあ敵対心は抱かないまでも、ちょっと遠負きにされてたんですね。あ<ー>本当にだからその それっきり僕たち取るようになっちゃったし、その2人組だったのが先輩が入っていただいて3人になっちゃったりとか、えーえー、そしたらもう3人だけで行動するようになっちゃったから、もう他の人と飲みに行ったりできなかったし、<ー>もうね、あの時だった、あの日の7月6日のサラダ記念日が運命の日だったなっていうふうに思いました。かりましたでも、まあ、西京さんが優勝して本当に なんかおめでとうっていうよりもありがとうございますみたいな気持ちになっちゃって何、うん、て言うんだろう本当にすごいことだしあと心から面白いと思えたのでねネタも、うん、すごいよかったなかなかそのこういう大きい大会でちゃんと納得いくネタをやって優勝なんて本当できないことだと思うんですよ。そうですね 本当、オズワルドとか、じゃあどうすればいいのって思ってると思うんですよ。いやー、これだけやったのに。まあでも、オズワルドとインディアンズは来年、再来年優勝するんじゃないですかね。かもしれませんね。うーんまあでも、本当に過酷な、過酷なショーですですね。でもねお、あの、インディアンズの、えっと、 ヒトラーは入賞しなくてももう売れそうな感じするしなぁ。そうか、僕、ああいう感じのねノリがね、ちょっと好きじゃないんですよ。あ,あ本当に。うん。ええー。あの、いや、だから僕、前から言ってるけど、m 1って、その、歴代の優勝者で好きな人がそんなにいないって言ったじゃないですか、こんな世代のこと言っちゃうんだけど。ね、だからあんまり 漫才自体がそんなに大好きなわけじゃなくて、えー、本当に一部の漫才が好きなんだと思うんですよね。そうですね。すごい好き嫌い激しいので、えー、あの、うん、そう、あのすごく人気になるコンビでも合わない人は本当に合わないなですけど、ね。はい、でも、ソニーは今日見に行ったら、 まだまだすごい力ある人がいっぱいいるなと思いましたよ。はあ。あ皆さんもぜひ、ぜひビーチ部漫才部っていうのを今、ちょっと早い時間にやってるんですよ、夕方に。ええええ。で、500円で見られるので。お客さん増えてました。まあ、そんなにめちゃめちゃ、その4時とかそんな、4時半とかだったかな。うん。早い時間だから、そんな、かたぎの人は見れないから。そうですね。うん まあでも夜はすごい混んでて、夜の,あの予選はね、はい二足予選も混んでたし、はいうん今年のだから決勝戦はオンラインでやるらしいのですけども、えー、見てほしいですね、すごいレベル高いので。なるほど。うん僕、だって自分がソニーに入ったのって44の時だから、もうい 今から8年とかそのぐらい前なんですけど、えー、あのー、見たときにびっくりしましたもん、こんなに面白いのにし名前も知らない人がいっぱいいるっていう感じだったから、人々に知られるのって時間かかるんだなと思いますね。そうでは、ねうん、あ、まあでも、本当におめでとうございました。 おめでとうございまし,た,した。ということで、今年のベストワンを決めるそうですね、今日はね、多分年内最後の収録になってしまうので、こと、はい、の本と雑談ラジオで紹介した本の中で、各々の,ののベストワンを発表して、えっ、ー、と、終わりにします。<laughs> そうですよね。 えっと、じゃあ、ざっと、ざっと、どんな本があったか言いますよ。はい。まず、1月が、息子がいじめの加害者に、大原さんちの大ピンチ。大原ゆき子さんが書いた本で、ね、もう一冊が、小木沼 X さん、地下芸人。あ、面白かったですね。すごい面白かった。もう、これでもう僕のベストワン候補が出てしまう感じがあれなんですけどね。僕 小木沼さんなんてあまりにも面白かったから、ご本人とこうトークイベントまでしちゃいましたもん。はい。ますのと短歌以外の話っていうイベントをやってしまってもらいたから。えー、盛り上がりましたか。面白かったですし、いまだにあのオンラインで買えますので、聞いてください、ぜひ。その後、小木沼さんは本書いたりしてるんですかね。ますいません、もうね、連載がまとまった本が2冊出たのかな。あ、もう続編に出てるんだ。 そうだけどね、連載終わっちゃったので、この間え、それ漫画じゃなくて、小説。漫画漫画。漫画。へえあの、変な不思議な探偵物みたいな漫画を2巻まで出して、でも、うない最終回だったはずなので、へえ<ー>また違うものを立ち上げるんじゃないでしょうかね。小木沼 X さんの Amazon のページを見ると、謎をかい見の爆裂推理、ジャンプコミック、 ジャンプコミックで出てますねはいとっても変な漫画ですよ本当だ1,2巻出てるんだでもあまりにも変なんでかえってドラマとかになるかもしれないようなうーんあのなんかだからこう昔からある、うん、ああいう探偵物のパロディみたいな感じうーん なんか、すごくバカバカらしい <laughs> 推理なの。へえ<ー>、うん。だから逆漫画そうですね、うん。でも、なんだろうな。いや、バカバカしたから突出してるという意味では、はい。すごい感じでしたよ。なるほど。そえー、っと、うん、では、2月9日、 ご紹介したのが、えー、増野さんと千田さん、みんな普通でみんな変と、あ<ー>リスナーがお母さんの安倍泰樹さんの翻訳目録。そうでしたね。僕たちの本はおかげさまで、この間、増刷がか,かりました。ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか。そして安倍さんなんて、なんか、あの後、あの後だったっけ、なんか評論、翻訳の賞を取りましたよね。あ、本当大したったじゃないですか。 ほら、あのー、翻訳大賞。そうでしたっけ忘れてしまった。すいません。すごいことですね。うん、すごいんでしょ日本一になったんですよ、安部さん,ん。変な本でしたね。字がぐるぐる回ったりして。トークそう。で、翻訳大賞の、日本翻訳大賞受賞なんですけど、はい、ええ。 トーク聞いたら話し方が小村洋さんで。はあ。すごく賢そうな感じでしたよ。へえー。まあ、頭良くないと翻訳なんかできないですからね。ねえ<ー>。裏山にもよく遊びに来てくれてた阿部さんね。はい、えーお。お母様もいつもありがとうございます。お母様も新潟でございです。ね、今も聞いてくださっているのでしょうか。で、3月の紹介は三谷幸喜。 オンリーミー、私だけを、昔の本ですね。これはあの、はい、テレビで紹介されたというか、ご本人が同じネタを喋ってたので、えー、読んだんですよね。あ糸山明子、海の千人。ああ、不思議なファンタジーでしたっけ。そう、変ンテコな、変な <神様 S 1> が出てくる。出てくる、不思議な話です、ね、な暮らしぶりがなんかね、暗い裏日本の福井県とかその辺でね、 なんかあんまりそう,、うん、そういう地味なとこを舞台にするのが珍しくて、なんか良かったんですよね。素敵な話でしたね。オンリー・ミーはですね、僕にね、結構大きな影響を与えて、そうですかそ。その後、王様のレストランを見て、今、あのー、古畑任三郎シーズン1を最終回を今朝見終わったとこですよ。なんと、その三谷幸喜ブームが小泉さんに沸き起こったんですね。 うう今度、大河ドラマあれ、来年か再来年なんかするんですよね、三谷さん。うん、そうなんですよ、ね、前、新選組やった時は、ちょっとだけ見て、すぐ見るのやめちゃったので、今度は見れるかな、見るかどうか、まあ、見てみないと分かんないんですけど、ちょっとだめそうだったらすぐやめますあ。興味を持ったってことですね。そうですね、まあ、その新選組の時も興味なくはなかったんですけど、 まあまあちょっっと面白くなかた古畑任三郎はね、まあ、正直そんなに面白くなくてなんか事件とか推理がもう雑で見ててねもうあのー、北書店佐藤店長とここどうなってんだよっつってね突っ込むのが面白い <laughs>。 まあ、でもほら、刑事コロンボだって時々すごく変な推理の時ありましたよね、まあ。刑事コロンボはね、見たのが子供の時なのであんま気にならなかったんですよ。そうですかそう。ちょっとこれ成立するかみたいな、完全犯罪ちゃんと目指せよって思ってね、イライラするんですよ。そう言ってたらミステリーなんてほとんどそうですよ。そうかもしれないですね。うん、僕、ミステリー読めないのはそこですもの。 えー、ないそそんなことをと思っちゃうそうまあそういう、うん、なので僕は古畑任三郎はね当時すごいヒットしてて僕の友達の漫画家さんもすごいお狂ったように僕に勧めてたんですけどなんかあんま面白くなさそうだなって思って見なかったんですよ。今も放送してても見なかった日 <laughs> 見ないかもしれないです。 あれはフルアーターのキャラクターが好きで、みんなほらザコシトさんも真似するし。うん、はい。最近だと九とかが実に面白いっていうモノマネやってるじゃないですか。えー。え、実に面白いは別の人ですよ。そうでしたっけ？うん。 え実に面白いって違いましたちょっと待ってください。僕は実に面白いを見てたので、今あ脳の回転が悪くてパッと出てこないんですあ。あれは福山雅治か。あ、そう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 ,そう。そガリレオですよね。そうか、両方ザコシオフさんが言ってるから混じっちゃった。ああ<ー>。なるほどね。そう、そういうわけです,ですね。大きな影響を与えたと。 それはそれははそその次が4月は尾崎世界観面影村田ラムあーさん僕最新作読みましたよ。あ何読んだんですかあのなんか人間の怖いことを。ああ俺俺いかますのさんに読みたいっつったらなんか却下したんじゃなかったでした <laughs> 面白そうだなと思って買って読んじゃいました <laughs> 俺も読みたいって言ってたのに <laughs> あっという間に読めちゃいましたよこの野郎 <laughs> だけど人怖っていうのかな、えー、あの人の狂気に潜む本当の恐怖っていう本なんですけど、えー、竹書房の、えー、面白いんだけど、うん、やっぱ後味がすごい悪くてあー なんか生きていくのが嫌になるよようなな本ですよなるほど。でも僕はそういうのが好きなんですよで。読んでしまったから課題本にすることはやぶさかではありませんけど。かなり面白い本ですよ、えー。村田ラムさんね、僕はね、樹海講っていうのを読んだり、他にもなんか読んだような気がするんですよね。村田ラムさん面白いね。そう、面白いんですよ。 で村田様さんのそのし最新刊にはいろんなゲストが参加してて、えーえー、ゲストのお話も載ってるの。えー。で、どれもこれも怖い。あの、だから、なんて言ったらいいんだろう。あの幽霊話と違う意味の人間の怖さだから。はいはい。犯罪とかなわけですね。そうですね。だから、犯罪が全然ばれずにあるみたいな怖さなんだよね。 うん、ああ、怖かった。うん。まあ、でも、そう、村田ラムさん、面白いですね。そう、面白いんですよ。樹海港も面もいですよそ。それを読むきっかけになったゴミ屋敷、当時、内田和郎さんがね、ゴミ、はい、屋敷が片付けるために読んでたんですけど、ああ、そうですね, <laughs> ね。本当に片付いてよかった。でも、そのせいで僕はもう、ずっと体調崩してたから。最近 <laughs> の体調本当に どうなんですかいや、最近はね、まだ耳鳴りが残っちゃってるんですけど、<ー>まあ、マシにはなりましたよでも正直、えーはい、体重防止になったのと、えー、あと突発性難聴になったのは、もう明らかにそのホームレスになった内田さんのサポートした時のことだから、えー、あんまりその人のせいにするのもどうかと思うけど、<ー>でもなんか、大変だったなと思って、振り返るとそうですね。 やっぱ人助けなんかでき,るできるぐらいの器じゃなかったんですよ、僕。えー、本当に大変でした。体がボロボロになってしまって。もう死ぬかと思ってましたよ、僕も。はい、だからもうコロナとかに勝って、免疫なくてすぐ死んじゃうかもしれないと思ってました、毎日。あまりにも体が具合悪くて、動けなくて、えーその、ずっと横になってて、えー、ちょっと立ち上がると気持ちが悪いから。うん ね、熱はなかったりするけど、これで外出してコロナがかかったらすぐ死んじゃうだろうなと思ってました。なるほど。大変でしたね。うん。本当に。さあ、その次が5月がね、早見和馬さん108でした。うん、ああ、今年でしたか、はい、そうですねいや。でもあれも面白かったでしょ面白かったですね。映画 見てからそう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 とどっちも楽しいんですよねええー、僕はねその後あの今ドカベン読んでますからちょっとね高校野球熱がね<の>すごいあるんですようん僕野球なんか全然興味ないからえー、あの僕にとっての野球の接点なんてうん、うん、108と大谷選手だけですね今。 大、えー、谷の情報だけは耳に入っていくるじゃないですか、どんどん。そうですね。なんかすごい人だなって。はい、えー。で、6月が渡辺豪太さん、え、この声、え、この声、え、この声,この声です。ああ、太宰治のやつですね。そうですね。まあ、あの、裏話を聞いて、 なんかモヤモヤが納得するっていう。まあでも、うん、面白い話だったけども、ちょっとミステリーなんですよね。そうですね。うん、なんか売り出し方が違ったような気がします。うん、なんかミステリーじゃなくて、本当にあのモノマネ芸人が声優として立身出世いく。立身出世する話が読みたいなって思いました。 あだからあれってきっとあそこの結末から考えた話だと思うんですけどそうですねでもそうじゃないところが魅力的でしたね。うんあのだからその何かものまね頑張るとか芸人として頑張るとか、うん、声優として努力するみたいなところの部分が面白かったから、うん、結構あの結末から考えたのかと思うとちょっと違うところを見たかったなって気になっちゃう小説ではありましたね。 さあ、8月が、はい、7月は本は読まなかったのかな。8月、松岡圭介著小説家になって億を稼ごう。あ、小説小説を書いて億を稼ごう。これは、小泉さんに勧められたときにはつまんなそうだと思ってたんですけど。<laughs> 飲んだらすすごい面白かったです小説家になって億を稼ごうでした。これはね、いまだにね、このやり方をね、試さなきゃいかんって思ってね、心に深く残ってる本ですね。なんか最近ね、うん、これのパロディっていうか、反対の本が出てましたよ。あ、本当？小説で億は稼げませんみたいな。へえ<ー>。それも買ってみました。おお、どうでした 作家で多くは稼げませんっていう本お<ー>それはまだ読めてなくてななんだなんかそんなに地味な作家の方が、はい、自分のやり方でコツコツと売れていったっていうことを書いた本で、えー、でも何かそれは知ってるしね作家で億は稼げないなんてことはもう知ってるからもともとまあ運が良ければ稼げるって話ですからね まあ、稼げてる人の本の方が正直面白かった。<laughs> まあでも買ってこれから読むのでちゃんとパラパラとしか見てないので、はい、これから読みますけどね。はい。で、八月、作家で僕は稼げませんはね、はい、吉田さん、吉田真二さんっていうのかな。へぇ<ー>。親方の本でした。最近出たばっかり。 さあ、えー、8月28日は、大山海さん奈良へ。変な漫画でしたね。変な漫画でしたね。成人工芸者の,のアックス出身の、えー、大山さんがリード者で出した本ですね。でもなんか結構漫画ランキングでも上位にいましたね。あ、本当。うん。ええー。ベスト10じゃなかったけど。ええー。 でも本当にもうちょっとでベスト10ぐらいの位置にいましたよ。おおすごい。奈良えじゃあ結構売れたのかなまあ、ああの、本好きの方が、うんあ、ごめんなさい、さっきの人ね、吉田近志っていうものって、真治じゃなかった、吉田近志さんでした。あ,あの、まね、作家で奥は稼げません。はい、うん。あの、奈良では結構、 物書きの人とかが結構支持するような内容なんじゃないですかそうですねまあねおよそじゃ読めないすっごい個性的な漫画ですからねうん面白かったですとっても、うん、さあその次が9月27日 <laughs> 僕が作画を担当した川島徹さん原作1件40円本日250件10年勤めてクビになりましたメーター検診員テゲテゲ漫画日記 ですうん、それも面白かかったでですすすね <laughs> ありがとううございますそうですか行きは全然増刷もかからないんでそんなに対して良くないんじゃないでしょうかねまあでも私は予言してるように、はい、漫画にして初めて映像化の話が立ち上がると思ってるので、えー、これからじゃないでしょうかねはいありがとうございますあの時代的にも年取った人が仕事を からこう外されていってっていう寂れた感じとか、えー、頑張ってもそんなに稼げないことの残酷さみたいなものが今求められてるから、えー、NHK ドラマとかになったりするかもしれませんね。そうですね。うんまあ、そうなりそう川島徹さんにお金がガンガンいく <laughs>。まあでもだってそれで漫画も読む人がいると思いますよそうんですよね。漫画が増殺かかるといいな。 なぜならば、はい、ビジュアルにして初めてが分かる面白さってあるから、はあ、漫画の家としてとてもいい漫画家だったと思います。そうですね、僕もね、書いててすごい楽しかったんですよ。うん。書き印もありだなって思いました。<ひ>なんかもう、ね、漫画なしに乗らなきゃダメだみたいに、<ひ>食えないから嫌だみたいな考えを改めるいいきっかけになりました。漫画も読んで原作運動しいですね。はい。 さあ11月15日、山本文雄さんの旧作、ブルーもしくはブルーです。山本さん亡くなっちゃった後とにあったんですよね。そうなんですよ僕はね、辞、あ、典、のー、しながら好転するを結構ボロクソに、この本当、雑談ラジオで話してしまって、たなあ山本さんを傷つけてしまったのではないかという後悔がとてもあるんですよ。あでも 人生はそういうもんですよね。はい。でも、ブルームしかブルーは面白かったでしょ面白かったですね。えー、僕ね、この、山本さんと、ついになるっていうか、うん、その、同じテーマで書いてる人が、綿谷りささんだと思うんですよ。あ,あ、そうなのか,か。ええー。女の人の生き,生きることみたいなこといや、人を愛せなくて苦しむ自分みたいな。 それを自覚して本当に苦しいよ、なぜなら私は自分は自分以外愛することができないからって言ってるのが綿谷りささんで、その苦しみをもやもやしたまんま抱えてるのが山本さんだと思うんですよ。なるほど。なんか小泉さんおすすめの「開いて」もまだ見てないんですけど、はい。「開いて」映、映画。映画「開いて」はね、今日映画ベスト10を考えてたんですけど、<laughs> 今年の2位でした。2>, 2位ですか ?1 位は何なんですか 1>, ?1 位はね、えー、素晴らしき世界です。それはもう行っちゃっていいんですかこの番組で。まあいいんじゃないですかね。なんで発表されるんですかそれは。映画秘宝ですよ。あーなるほど。素晴らしき世界で外国の映画あいえ、日本のあの、役所工事のやつ。 ああ、なんか、え、大きい賞取ったやつですよね。ああ、取ったんですか。違いましたっけわかんないっす。あのー、揺れるとか、西川美也さんのやつです。ああ、西川美也さんだ。ええー。なるほど。さあ、それでは、えー、で、12月が前回、村田沙やかさん、隣の脳世界。 まあ変で面白いエッセイでしたね。すごかったですね。ちょっと僕は怖いぐらいでしたその。思ってた以上に地球人じゃないみたいな感じだったん、えー、<laughs> ですね、村田さんは。すごいね、村田さんってねあ。でもね、やっぱすごい人なんですよ、村田さん自身が。あの<ー>やっぱね、そこまで自分は変だなみたいなことを。 あのー、客観視しないと思うううんですよそうそうだからそら三谷幸喜さんとかの面白さってさ、うん、ほらこれ面白いでしょってちゃんと分かって書描いてる感じがあるじゃないそうですねでも村田さんは別に素直に描いててもみんななんかびっくりしちゃうっていう感じそうですねでも素直に描いてるけど<ー>そ,れそこでこう他者との違いはちゃんと把握してるじゃないですか。うんししてるしてるる そして<も>普通ね、うん、そ把握してたらあの個性的にあろうみたいな強い信念があるかないかわかんないですけどなんか人に迎合すると思うんですよ。うん、でもそこをあの、まあ、その自覚か無自覚かわからないですけどしっかり自分らしさみたいなのを 保持してるところとかすごいなって思うんですよまあ、映像しようとしてもできなかったのかもしれないですけどいやもう作家になるべくしてなって、えー、本当に良かった人ですよね作家になってすごい人ですよしかもそれを、ねね、とっても明るく楽しくこうして文章にして伝えてくれるっていうのもね素晴らしいじゃないですか もう世界にとっってもねねかったですよ、ねうん、そうですね、うん、あやっぱどうしようかなさっきまで今年のベストを別のにしようと思ってたんですけど <laughs> 隣の脳世界がやっぱ改めて素晴らしかったな <laughs> あそれは小泉さんが迷ってるもう一個っていうのはもしかしたらあの地下芸人そうです荻沼 X さん地下芸人地下芸人も面白いからな 僕が地下げにしようかな、トークしたぐらいだし。ええー、ちょっと別にか,すかぶってもいいですよね。まあいいと思いますよ。あのただ、村田さん、そうね、村田さんのエッセイはなんかもうちょっと、なんていうんだろうね、うん、もう村田さんっていう作家,作家自体の衝撃、えー、あの今までのエッセイの集大成だから、えー、ああ、村田さんってすごい。 すごいい作家ななんだなって思いましたよとかくそうですね。で、地下芸人に関しては、僕はすごく面白いのに、案外評判になってないじゃないですか。そうですね。で、多分、荻野ノマクさんの漫画の方がまだ話題になってると思うのねいや、チ芸人は僕が読んだ芸人小説で芸人さんが芸人の世界を書いた小説何冊か読んでるけど、一番面白いですよ。はね 芸人さんの本が好きすぎてその一番っていうのはちょっと違うんですけど、うん、僕の中ではね。はい、だけどとっても好きな話で、うん、あのー、あと織信さんにしか描けなかったものだと思うし、うん、あとカズレーザーさんの対談解説がちょっと厳しいと思っちゃって厳しかったですねいやそんなそんなにってちょっと厳しく思っちゃったから、えー、あのー、その意味でも。 今年1年を記憶すする本としてあげたいですねそうですねじゃあやっぱ僕も地下芸人にしますよなぜかというと村田沙やかさんはこのエッセーはもう断トツに面白いですけど、うん、芥川賞も取ってるしあ,、ね、<laughs> あとコンビニ人間とかもすごい,面白いベストセラーもあるからそう飯、ね、沼さんはね地下芸人というこの素晴らしい小説が赤塚賞以上に僕は価値があると思うんですけどあそれは確かに 小説で初めて書いてあんなに面白くて、えーあのー、これだけ話題になってないってもったいなすぎますよね。そうですね、ここはね、本と雑談ラジオとして、ガンとね、そうですねプッシュする必要がありますよ。本と雑談ラジオ、なんていうのこれ、はい、アワード、アワード、本と雑談ラジオ大賞、グランプリ。はい 本本番グランプリ。はい。<laughs> そうです、ね。まあ、それが、うん、私たちの本とザスラ,ラジオの,2021のは、えー。はい。二千二十一年の。ベスト本。はい。そうですね。は。小木のメックスさんの。収益者文庫から出た文庫本オリジナルの本。はい。七日芸人。七日芸人。おめでとうございます。おめでとうございます。わ。まあ、何にも。 何も,も特にお見せしませんけど <laughs> でもまあ本当にいい本なのに案外そのだから文庫本で出たこともまあショートスソングも文庫本で出たんだけど、えー、もっと話題になってもいいよねそうですね面白かっただからなんだろう荻沼さんが芸人としてはそんなにこう、うん、地下にいたまま漫画家になっちゃったからええー しかも漫画家デビューの方が注目されちゃったからそうですねまあでも漫画家デビューしなかったらこの小説も書いてないはずじゃないですか、うん、そうなんですよだから本当難しくてでもこれこんなに最初からうまいもんでしょうか小説ってそうすっごい上手だし内容も面白いし構成も見事なんですよ、うん、あとちゃんとその立ち上がっていくじゃないですかその芸人がね、うんうん、だからほらほあの さっき嫌いに出しちゃ申し訳ないけどあのえこの声とかも面白いんだけど、うん、なんかそのオチがオチにこうまっしぐらっていうかオチを考えて作った小説だから、はい、オチを知ってしまうと面白いんだけどそうかっていう気持ちにちょっとなるんだけど、えー、あの地下芸人はカズレーザーさんは厳しいことをおっしゃってたけども、えー、僕はやっぱりちょっと希望を感じて終わって。 もちろん希望といってもその希望はとても困難な希望なんですよだから何だろうな芸人になることなんて芸人として出るなんて本当難しいことだと思うから、はい、だけどもそれでも彼らが悔いがないぐらいまで芸人活動ができるんじゃないかと思わせる結末だったので素晴らしい精神小説だと思いますねそうですね<ー>面白かったなあだからほら 北野武しさんの昔の小説のピート・たけしさん、はいあの、浅草キットが映画になったじゃないですか、ね、ネットフリックスで,で,、ね、で。あれもだから、あのすごく面白くて、けしさんって初期にその漫才病棟とか、うんうん、すごく面白い小説いっぱい書いてるんですよあの、ま。本人はゴートライターがいたって言ってるけど、そのえー、つまり喋ったものをまとめてもらってるんだっていうのね、初期の頃は。最近の小説はご本人が書いてるんだって。 浅さ、えー、キッドはゴーストライター書いてるんですかまあその時代はご本人うまくしゃべったことをまとめてもらってたんだって。うんで漫才病棟っていうのが僕は一番傑作じゃないかと思ってるんですけどうんあのもしそれがご本人が書いてたら書いてたら直木を取ってもおかしくないレベルのものなんですね。へ<ー>でももちろん浅草キッドもよくてその原作文を読み返したいと思ったらなぜか。 本が全然絶版のままなんですよああ、僕ね浅草キッドはね二十代の時読もうとして読み始めたんだけどちょっと文章が合わなくて、ね、なんか入ってこなかったんですよねそう、それはきっとまとめた人が相性が良かったんですね,ねだから改めて原作面白かったしたけしさんのことをね子供の小学生の頃本当に僕夢中で小説は入ってこなかったんですけどは毒ガスだっていう本とか 買って何回も読むくらい好きだったんですよ。なるほど。私と違いますね。私はもうたけしさんは映画監督として知ったからえー。もう漫才ブームの時うわあ 2b とか見たいっつってもう問題苦しむぐらい見たかったんですよ。全く見てなかったから全然知らないですよね。<laughs> だけど、小説はね<の>こう染み込んでこなかったから、なんかちょっとね。すごいがっかりした記憶があるんですよ。 僕、たけしさんのほら、元気が出るテレビには出たことがあるんです、実は。歌、うん、人として、うん、失恋して、砂浜で砂浜で短歌を読む役で。えー、すごいですね。やらせだったんですよね、桜だったんですけど、うん、あのー、若者たちに混じって、僕が短歌を読むんですよ。お<ー>で、勝手に番組側がタイトルつけてて、うん 「恋の周波数57577」とかいうタイトルにされたんですけど、うん、僕がそれのが初出演ですよテレビうん23ぐらいの時かな、うん、でも全然見てなかったの正直言ってうん、うん、だから「ひょうきん族」も知らないしたけし軍団の方たちもよく知らなかったし当時はええー 今検索したらねうう1980年「ワニ」の本ベストセラーシリーズで2ビートの「ワ毒ガスだ」だただいまバカウケの本っていうのが検索で出てきましたよ、うん、これだって,ってそ,れそれがヒットしてたことは知ってましたよでもあ本当だ、うん、ああ俺はもうそういう感じですね「オールナイトニッポン」とかね「オールナイトニッポン」は当時、うん、夜夜中起きてるのが苦手でねいつも寝ちゃってね 谷山博子が喋ってたんですよなるほどね。Netflix のその浅草キットをご覧になったんですね。はいあ。じゃあその話は友の顔でしましょうか。そうしましょう。ということで、えー、っと、地下芸人が今年の、はい。 今度ラ,ラジオのベスト本です,です、ね、ありがとうございままた来年よろしくお願いします。また来年